はい、皆さんこんにちは。暑いですね。めちゃくちゃ暑いね。でこのクラシカチャンネルもですね、ありがたいことにだんだんとこう YouTube 見たよと言って実際お店に足を運んでいただける方増えてきました。いやー嬉しい、ありがとうございます。めちゃくちゃ暑い。暑いですね。でいや本当ね、今年の酷暑これやばそうなの でうちのねクラシカチャンネル見ていただいてる方 95% ぐらいが男性で、35歳以上の方で、これでもうね8割方占めてるという、そういうねちょっと特殊なチャンネルなんですね。逆に言えばまだまだねバリバリの働き盛りのお父さんたちに見てもらってるということなので、くれぐれも体調には気をつけて夏を過ごしていただければと思います。ということで 前置きはねこのぐらいにしといて、今回ソアラ、ちょっと車の方行きましょう。はい、こちらでございます。ソアラ 3000GT20 ソアラですね。で以前動画でこう触りだけ解説させていただいたんですけども、で実際にそれの後リフトを上げて、で実際どの部分が補修が必要なんだいってところをですね結構洗い出したので、それを進捗ですね、お伝えしようと思います。でまずは車のスペック軽くおさらいしていきましょう。でこれ全長が467cm、幅が172cm です。今エンブレムちょっと外れちゃってますけどね。で高さが134cm です。今ちょっとリフトを乗ってるのでね、少し高めになってますけど、寸法はこの通りでございます。でボンネットを開けてみますと、こちらですね、 7M エンジン 3000cc の 7M エンジン積んであります。でこちらは1990年式の走行距離が約 64,680km のものでございます。まだまだ元気に走れますね。でまず外装からチェックしていきますとね、でやっぱりこの辺でぷっつりと塗装剥げちゃってるところもあるし、ここの傷も結構目立ちますよね。で横から見ると結構ね塗装波打ってて、多分塗ってる跡があるのかな、結構大きくやったのかな。でまあ部分塗装したような感じなので、これはもうパネルごと塗り直しになるのではないでしょうか。でモールですね、バイザーのモール部分はこれ朽ち果ててしまってるので、これは交換が必要なんですが、果たして部品があるのかというところですね。でバイザー自体のこの辺はでも磨けば綺麗になりそうですね。でこの辺りですね、このウェザーストリップが切れてしまってるのは、まあ、これゴムの消耗部品って結構見つからないんですよね。まあ、ごと交換するにしても、ちゃんと合うやつが手に入るかどうか、まあ、これはもう部品探すところからしっかり始めましょう。じゃあトランクを開けていくと、やっぱここのキャッチの部分結構錆びてますね。これはそのままではなかなか厳しいので、まあ、錆を落として鉄板の溶接をするか、まあ、いずれにしても、まあ、それなりの処置が必要な内容ですね。こちらのベース部分は幸運なことにですね、まあ、しっかりして、上の部分このところが腐食が激しいということなので、ベースごと交換はしなくて済みそうなので、それはまだ少し助かった部分もありますね。この辺もか、この辺も結構錆びてますね。はい、欠けちゃってる部分が。でも中のフロア、トランクフロアっていうのかな、は大丈夫。スペアタイヤの裏も大丈夫そうでした。大丈夫ですね。でこれはトランクフロアのサビは穴開きなんかもなくて、それは大丈夫そうですね。あ、これあスペアタイヤのカバーが、はいはい、うん、これ純正部品ですもんね。これをわざわざ取るっていうのもあれだよな、まあ、ここはさすがに現状のままかな。タイヤカバー、スペアタイヤのカバーは、このエンブレムちょっと欠けてるところって、ここ単体で部品取れたりしますかね。まあ新品はまずないですよね。で探してたまたまあればっていうぐらいですよね。まあ、できればここも変えたいぐらいのチェックポイントでしょうか。はい。こちらフュエルカバーの裏側ですね。やっぱサビですよね。この年代の車のやっぱ最大の敵ですけど、ここも、やはり錆びてしまってますので、これフュエルカバーごと変えられるんですかね。これも塗装。でこれも、まあ、サビの処理、しっかり落として、サビ処理が終わった後塗装を乗っけて復活させるというスケジュールでしょうか。まあ、この辺もちょっと細かなペイントついてますね。あ、ハゲか。あ、これ中の色はこうなってるんですね。でこっちは、まあ、リアタイヤのモールの上の部分ですね、これもハゲてしまってるので、しっかり補修していこうと思います。でこれ寄って分かりますかね、モールなんですけど、なんかちょっと透明な感じなんですよね。
で、透明の透けて奥側が見えてて、奥側がちょっと汚いのでくすんで見えるような状態なんですけど、これをね、まあ、ごと交換するのか塗装で対応、まあ、磨きか塗装でね対応できるのかは相談が必要ですね。で、真ん中だけじゃなくてここと色が違うので、あ、これちょっと難しそうだな。まあ、どうにかしてね、綺麗になる一番いい方法を相談していこうと思います。で、これドアのキャッチの部分ですね。で、こちらも、ね、やっぱサビですよね。ここもしっかり処理をする必要がありますと。で、こちらサイドミラーなんですけども、ね、今こうやってついてない状態です。というのも、電動でね、ミラーの調整ができる部分なんですけど、これが不動になって動かなくなってしまってたので、ミラーごと取れればすごく楽でいいんですけど、この電動格納ミラー単体ではね、部品、まあ、見つからないので、で、まあ、修理します。で、なんかバラして、動きを確認してですね、これも部品屋さんと相談しながら、まずやってみてという内容にはなるんですが、これも今のこの状態をね、復活させるということで、まずはやっていきます。で、室内ですね、確認していきましょう。で、こちら、ダッシュボードとグローブボックス、これ若干ね、色違うんですよね。なんか後からこれを付け直したのか、何かのタイミングでね、グローブボックス壊れたかで、別のものを付け直した可能性があるので、ここは同色に、合わせる必要があるかなというところですね。アームレスト、さすがにこれはという状態ですね。これは変えましょう。で、まあ、アームレスト用のね、カバー、同色のものを用意してあります。これでうまいことハマってくれればなというところなんですが、シフトノブですね。シフトブーツの部分、これも結構なくたびれ方をしているので、で、これ、シフトブーツ。これはなんとですね、メーカー純正品が手に入りました。なので、これを新品に付け替えて、もう OK ですね。で、このシフトも、今ちょっとね、ボタン、このシフトロックの解除ボタンを押しながらじゃないと動かない状態になってるので、ここも修理します。じゃあ続いて下回りですね。リフトを上げて実際に補修が必要な箇所をチェックしていきましょう。で、こっちはブレーキキャリパーですね。まあサビもひどくて結構固着しちゃってるので、引きずっちゃってね、回らなくなることがあるんですね。なんでこれはもうしっかり分解して、まあ、オーバーホールで対応しようと思います。ここも結構サビすごいですね。リアのアクスル部分ですかね。で、これもサビかなりひどいですけど、まあサビ落としでなんとかなる範囲なんだろうか。しっかり落として塗装して対応できそうです。で、デフの周辺もそうです。まあ、デフ自体、まあ、なかなかサビがあるので、これもしっかり落として塗装して綺麗にね、下回りを復活させたいところです。で、こちら、このブッシュが切れてしまってるので、まあ、こういうところの消耗部品はね、しっかりと調達して付け直したいと思います。これがアッパーアームのブッシュ。これも切れて、で、ドアアームのブッシュも切れてしまってると思う。あ、もう部品はしっかり取ってあるんですね。じゃあ、まあ、消耗部品、ブッシュ関係はしっかり付け替えられる目処は立ってるということですね。で、この辺もガタが出てるので全部変えますと。で、リアのマフラーはね、こっから後ろ、これは仕入れて割とすぐに交換してるので綺麗なんですが、まあ、問題は前の部分というかね、これパイプのカバーがかなりひどい錆び方をしてるので、まあ、これもサビを落として塗装の流れなんですが、サビを落としてる途中に穴が開いてたりすると、また作業が長引いていくということになりますね。この部分ね、ミッションのスピードセンサーの部分、この周辺にオイルの漏れが確認できるので、今シールリングを交換して、漏れの対応をですね、する必要があります。A フックって本来はちゃんとこう立ってて、ここにね、フックかけてガーッと。いうところをこれが当てられちゃっても、まあ、変形してるんだ。これはもう、まあ、パーツも準備できたということで変えます。で、まあ、サビですよね。この裏から見た方がいいか、このグラグラになっちゃってるんですね。ここの本来ナットがついてここで固定されるはずなのに、あー、これはなかなかですね。うわー、めちゃめちゃ錆びてる。はー、これ、まあ、フロントバンパー下から撮ってますね、今。まあ、こんな感じ。よいしょ。フロントバンパーがここで、まあ、これですね、フロントバンパーがあって、よく見てみると、まあ、これだけ錆びてしまってると、で、奥側もね、結構錆びて、ここも、
もう腐って穴開いちゃってますね。鉄の部分、ここ穴開いちゃってますね。で、これはリンフォースメントって言って、ぶつかった時の衝撃吸収してくれる重要な部分なので、これは穴開きっぱなしってわけにはいかないですもんね。やっぱエンジンルーム下からバンパーにかけてはだいぶこれ錆大変そうですね。錆がすごいなって言ってたのは、まあ、裏から見たこの辺の部分なわけですが、これさ、あそこまで錆びた場合はどうやって処理したらいいですか？プレートを作成して作り直しですね。あ、プレート作成。もう、ああ、そうかそうか。じゃあ穴を塞いで錆を落としてだけじゃなくて、もう新しいものを作り直しちゃった方がいいですね。ね、やっぱ上げてみて、細部まで見て、ようやく分かるというか、まあ、かなりの大変な作業が待ってますね。はい、では下回りですね。もう結構細部まで、細かいところまでチェックしました。したらやっぱりね、販売前にはかなり手をかけないといけないところがどんどん見えてくるので、こういう状況なわけですが、じゃあエンジンどうかというとですね、じゃあエンジン実際かけてみましょうと言いたいところなんですが、今エンジンかかりません。で、なぜかというと、エンジンが不調とかじゃなくて、ガソリンタンク。これがまた怪しかった。ガソリンタンクがね、やっぱ年式によっては、それこそ錆びて、穴開いて、ガソリン漏れてみたいなことになるととても大変なので、今チェックを、どの程度の錆び具合になってるのかをチェックしてます。で、一旦外してます。で、そのガソリンタンクあちらにありますんで。はい、で、こちらですね、外したガソリンタンクあります。で、中もね、しっかり確認させてもらったんですけども、まあこれ意外とね、ガソリンタンクの中っていろんな部屋に分かれてるんですね。で、これね、結構頑張って錆び取った後でこれだそうです。もう24時間以上ね、錆び取り、しっかり処理したんですが、これだけ残ってしまってるということで、で、まあ、これの、ある程度ね、錆は取ったので、で、今、現時点では、水を入れても、漏れは確認できずに、普通に走れる状態ではあるんですけども、なので、これの上からね、塗装を乗っけちゃって、普通に走る分には問題ないんですが、じゃあ、納車終わった後に、徐々に半年、1年経って、やっぱり、下にあった錆が悪さをし始めて、穴を開けてしまうと。で、結果ガソリンが漏れてしまうみたいなことが一番怖いので、ここは今のうちに、まあ、切開して、錆をですね、徹底的に落として、まあ、つまりこればっかりはもう害虫になりますよね。そうですね。うん。もうこれはもう害虫出してでもね、非常に重要なところなので、しっかりと錆を落として、きれいにしてからちゃんと塗装して、ガソリンタンクとして本来の働きをしてもらうという流れになります。これは意外と時間かかるかもしれない。で、やっぱエンジンルームに見ても、結局錆ですね、一番の問題はこの辺りですね。ヘッドカバー。やっぱ錆びちゃってるんですね。でも、ヘッドカバーってことは、まあ、周辺部品外して、カバーだけガチャッと外して、錆処理をすれば、ですよね。塗装し直して、大変です、塗装。で、エンジン自体はそんな問題ないから、エンジン下ろして、なんだろう、バラしてクリーニングみたいなことは、まあ、そこまでしなくて。そこまでしなくて大丈夫そうですね。OK です、OK です。はい、ということで、今回、ソーラ、20ソーラですね、3000GT、1990年式の整備の進捗、まあ、進捗というか、もう洗い出しをそのまま公開させていただきましたということですね。1台の、まあ、ネオクラシックカーを店舗で販売するにあたっては、これだけ多くの作業が必要だということをですね、まあ、紹介させていただきたいなという思いからですね、今回、結構詳細までね、話させてもらいましたね。ね、りょうさん。そうっすね。でも本当、側だけ綺麗にして、もう販売開始ってするのは楽なんですよね。もう磨いて、傷消して、まあ塗装をかけるとこかけて、ポンと販売はすごく楽なんですけど、やっぱり古い年式の車だと、納車してすぐにもう動かなくなっちゃったとか、最悪の場合も、これが原因で事故になっちゃったっていうことはやっぱり避けなければいけないところなので、まああらかじめ先回りしてね、もう見れるところ、もしかしたらこれやばいなっていうところはもう洗い出して、もう部品も交換するなり直すなりね、対応して、なるべく快適な状態、なるべく安心な状態で乗っていただけるっていうのが、我々のお店としてのコンセプトでもありますので、このあたりはですね、徹底的に今後もやっていきたいなと思います。このクラシカ横浜では素敵なネオクラシックカー、1980年代、90年代の車を中心に、まあ、ご覧の通りですね、整備待ちの車がずらりと、いう状態でございます。で、これらの整備の様子なんかも逐一ですね、進捗を報告しながら皆さんに楽しんでいただければと思いますので、ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長でした。